ああ、4月終わってもうた。いまいち阿久津と仲良くなりきれた気がしない。まあまあまあ、ええわ。なんやねん。それじゃあ朝のミーティングを始めるよ。朝のミーティング最悪すぎるやろ、この BGM。 なんや、アトベさんはまだ回復してないんですね。ああ、そういうことか。うん、今日一日は安静にしておいた方がいいだろうね。いや、一日と言わず治るまでずっと安静にしてていいねんけどさ。さて、本当に渋滞なんでしょうかね。あ、なんか来てはやっぱ知ってそうやな。どういう意味だい、来て。別に、迂闊に人を信用してはひどい目に遭うと言ってるだけですよ。もうこいつ、怪盗編やもんな。一人だけ犯人知った状態でミステリー小説読み始めてるもんな。独り言はもう少し小さな声で言ってもらえないか。さて、前置きが長くなったけど報告がある。薪の残量がかなり少なくなってる。雪村の今の返しかっこいいな。予想よりかなり消費量が増えてますからね。ああ、じゃあ今日は薪割りまくるってこと、木こり税ってことですか。山側から譲ってもらったりしているけど、流木だけではすぐに足りなくなる。ああ、こっち側は木がそんなに生えてないってことかなと思ったけど、背景見たらめっちゃ生えてるやないか。木こりの王子様になろうぜ。確かに。でもだからといって夜の焚き火をなくすわけにはいかないだろ。危険だぞ。そういうことだね。だから今日は探索は中止して、薪集めを優先することにした。いいね。はあ、妥当だな。山辺でもなんか最後の方探索中止みたいな感じになっとったよな。それじゃあこれで今日のミーティングは終了するよ。解散。オッケー、聞こるぜ、薪を割るぜ。噂、この状況でアトベの噂持ってこられても困んねんけど。アトベ様はローストビーフヨークシャープディング添えが好きらしいよ。そう、ちょっとやめて、列を作るな。アトベはさ、アトベはよ。ああ、戦国が噂持ってるけど本人がいるから本人のとこ行こう。うっす。まあいいや。走ってくるな、暑苦しい。阿久津さんを見かけたんで急いで来ました。じゃあ次は歩いてきますね。こんな可愛い女の子おるか他に。もう付き合いを諦めて。阿久津さんは何をしてたんですか。散歩だ。おお、散歩とかするんや。私と一緒ですね。一緒に歩いてていいですか。勝手にしろ。ああ、よろしいでございますよ。さあ隣をどうぞってことやから、これ勝手にしろの万能感すごいな。それで先生に怒られたんです。ひどいですよね。内容によるムチムチのことやから、先生の私物を勝手に焼却炉に放り込んで遊んでたら怒られたとかかもしれん。しかもその後正座させられ、あ、戦国さんだ。おう、や、珍しい組み合わせだね。皮肉やめて。珍しいかっこ笑い組み合わせだね。この3日間どんだけ付きまとってると思ってんねん。こんにちは。阿久津もやるね。そこはさすがになんか言え。今度俺とデートしない？戦国。すごいドス聞いてた。おや、ちょっと出しゃばりすぎたかな。残念だけど退散するよ。またね。戦国いいやつやな。戦国いいやつやな。戦国さん何しに来たんでしょうね。いいやつやな戦国。なんか脇役に徹してて主役にはなれへんけれども、すげえ主役を立たせてくれるめっちゃいい脇役の友達キャラみたいな。知るかよ。阿久津さん笑顔笑顔ですよ。顔が怖いですよ。ほらにーって笑ってください。疲れた、戻るぞ。
なんでやねん、こんな洗濯物は白く輝いているのに、なぜお前は疲れているんや。あーでも冬幅1になってる。んー、やっぱそれっぽいな。イベントをこなしたら好感度の上がり幅が増えていくタイプの。本人がいるなら本人のとこ行くか。イエーイ。阿久津さん暑いですね。別に嘘やん、冷えてる水あんなウキウキで飲んでたのに。お水持てせやな、阿久津はお水が大好きやから。そこに置いとけ。冷えたお水が大好きやから。お前はちゃんと水飲んでるのか。あ、水ですか。飲んでますよならいい。なんか、ありがとう。健康に気を使われた。多分噂がついてる。おーっと、阿久津がいない。阿久津がいなくて戦国が噂。やっといける、やっと回収できる。いやあ君か、だいたい察しはつくよ、阿久津のこと。いやいや、話が早いですよ。へへへ、阿久津さんの好物教えていただけませんかね。尻ならいくらでも触っていいんで。モンブランだよ。知ってます、知ってます、知ってます。え、モンブラン、ケーキのモンブランですよねそうだよ、よく食い逃げをしているよ。そうだよ、他にはないだろう。別のゲームでね、山の名前とかそんなに意外だったんだ確かに知らん人が聞いたら気が狂ったと思うよな。一瞬結びつきませんでした。特に栗入りがお気に入りみたいだよ。なるほど、まあモンブランは美味しいからな、しょうがないよな。いや、それはしょうがないわ。確かにそれはしょうがない。ということでモンブランを握りしめて阿久津のとこに行こう。阿久津さん、モンブラン持ってきました。こんにちは。釘なんか持って何をする気だ。え、いや、まあ、打とうかなと思って。お前に管理小屋の炭素を修理するんです、手伝ってくれませんか。てめえでやれ。はい しばらく考えてるな、この点点点は。阿久津さんは手先が不器用だから金槌で指を打つのが怖いんですね。ふん、その手には乗らねえついに学習した2日前ぐらいまで気軽にこれで乗っかってたのに。しょうがないですね、他の人に頼みます。貸せ、俺がやるあ、それは嫌なんや。他の人に頼まれるぐらいならもうやるんや。え、本当ですか、ありがとうございますムチムチの方が一枚上手や。すごい、こいつの人心掌握術やばいな。終わったぞ。もう考えてることが手に取るに分かるんやろうな。さすが阿久津さん、仕事早いですね。私がやったら倍はかかってました。お前がやったら倍どころか余計に壊しちまうだろうが。それはあると思う。私のことそんな風に思ってるんですかあー、ひどいです。私だってやるときはやるんですよ。無理だな優しく言われた。まあでもこれでもう1よね。キーワードは発動しない。まあこの状況で急にモンブランの話しだしたら頭おかしいけど。さあお昼や、お昼おひ、あ、もう、あれ、日が中のメンバーがいないね。食堂戻ってきたくない。もう食堂大体やばい BGM 流れてる。どうせ勝手にうろついてんだろ、ほっとこうぜ。しょうがないな。とりあえず報告から始めるよ。今日は今朝も言った通り、午後からの探索は中止、巻き集めをメインに行うことにする。っていうことはもう各メンバーの名前に巻き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 つきまくってんのかな。海岸に行ってもいいけど、できれば雑木林の巻きを重点的に集めてほしい。はあ、少し場所が遠くなるな。仕方がないよ仕方がないですね。はい、僕もそう思います。ね、そもそも人類の文明とは
森林を伐採することで発展してきたものですから。そうっすね。森林なくして今の文明は成り立ちません。古代の文明をご覧なさい。わかります。ことごとく森林を伐採。あ、なるほど。オッケーオッケー。水木、お前の言い分を聞いていると薪を拾うのは悪いことのように聞こえるぞ。まあでも実際木切らんと木って勝手に増えまくるからね。そんなことはありませんよ。日本では江戸時代より入合山制度というものがありましたからね。あ、なるほどね。植林さえ、はい、それに土壌の、はいはい、はいはいはい。もうその辺でいいよ水木。今回は各自の判断で作業を行ってほしい。以上。すげえ、産業で切り上げた。うざこいつって思ったやろな。あれ？あれ？え？なんか夕方やなねんけど。静かに。みんな集まったな。まず比嘉中とのゴタゴタは解決した。おお、そうなんですか。なんやろ、アトベが毒蛇に噛まれて、その毒蛇に噛まれたことにより比嘉中沖縄が爆発するとかかな。ただしちょっとした種明かしをしなきゃならなくなっちまったが。じゃあやっぱり毒蛇に噛まれてないやん。え、それをやってもらわないと納得できませんのでね。どういうことですか。え、もうこれ終わり。その前に全員に謝っておく。すまない。許した。うん、素直ですね。これは一体。今回の遭難は全て計画されたものだ。え、俺と手塚、それに先生方全員で一芝居打っていた。本当ですか、ハトベさん。目的は保護者のいないサバイバル訓練で精神力を鍛えることにあった。ショック。そうだ、つぐみのお父さん無事だったんだ。よかった、遭難になった友達のお父さんはいなかったんだね。お前には特に謝っとかねえとな。本来お前と小日向は先生方と一緒に脱出させるはずだ。あれ、ちょっと待って、なんでこの後ネタ話をアトベが口頭で言ってくんの。だがあの予定外の嵐でお前らは俺たちと一緒に行動する羽目になっちまった。ん、これん。ちょっと待って、共通ルートかこれ、もしかして。お前らにはいろいろ苦労かけちまったな、すまない。ここでネタ話入ったってことはこれもしかして完全に白菜ルートから外れてる。そうか、この島が榊グループ所有の島だということはその方が監視しやすいと。そうだ、こう見えてもこの島は知ってる知ってる、地下にハイテク装置が張り巡らされていてな。見た見た、24時間俺たちのことを監視していたんだよ。大きな事故が起きねえようにな。知ってる知ってる。なるほど、そういうことですか。立花さんがタイムゴーズバイって言ってた。それで合宿の話だがな。はい、この後即分を補うためにあと2日ここで強化合宿を継続する。なんかこの別に知ってんねんけど、このネタバラシ普通にされたら頭おかしい人たちやな。なんだ、まだサバイバル生活を続けんのかよ。いや、明日の朝食料や練習道具を積んだ船が到着する。食料の心配はしなくていい。そうですか、ラッキー。それならいいかな。今日の分の予定が丸ごと飛んだってことはこれやっぱりこういうルート入ってないな。はい、ムチムチですけど、ムチムチとしていますが、太ももあたりが。お前と小日向には明日その船で帰ってもらうぞ。え、でもまだ阿久津さんの好感度上げ終えてないし。お前たちにはいろいろと苦労をかけたが、それも今日で終わりだ。今まで手伝ってもらったことは感謝する。残っちゃダメなんですか。テニスの合宿で何しようってんだ。確かに帰ります。この後9時からもう一度ミーティングを開く。その時にお前たちの送別パーティーを開いてやる。あ、送別。
海側への送別パーティーの発案も遊びやねんな。送別パーティーですか、いいですね。あの毒蛇大丈夫なんですか。それまでしばらくは自由時間だ。各自好きなように休憩していろ。やっぱ毒蛇も冗談やったってこと、一芝居のうちの一つやったってこと。おお、動けんねや。ここで動ける意味ある？え、ここで動ける意味は、んー、まあじゃあ一応行こうか。いやー帰るわ。阿久津、何でもいいだろう、付き合ってくれ。私も行きます。勝手にしろ。いやー帰んねん阿久津、どう思うな阿久津。なあなあ、一通り見ましたね。特に何もなかったですけど。そうそう面白いことは起きねえよ。せやろか、海をバックにお前が立ってるだけでだいぶおもろいねんけど。ん？すごい海が光ってる。騒ぐな、ただの夜行中だ。いや、夜行中をただの夜行中って、あれが夜行中なんですか。すごい綺麗ですね。はしゃぎすぎだ。いやー夜行中、いやー無理です、はしゃぎます。阿久津さんが冷静すぎなんです。あ、笑ってる、すげえ。阿久津が笑った、キモ。見るんじゃねえよ。あ、戻った、言わなきゃよかったです。これモンブランの発動は無理やな。どっかのタイミングで使えへんかな。ぶられないかな。ぶらりたいな。あれでもなんかいる場所固定じゃない、さっきと。あれ、これもしかして残りの4回って全キャラクター絶対話しかけれる状態が続くってこと。2時間も離れロッジで3人集まって何の話してんねやろ。ここで好感度上げることに何か意味があるとは思えんけど、まあいいや。お前か。阿久津さんはいつも一人ですね。阿久津はいつも一人。一人が好きなんですか？ああ、その方が楽だしな。なるほど、まあ、わからいでもない。僕も一人のが好きなので。お前は一人でいるのは嫌いなのか？嫌いです。一人は寂しくて耐えられません。そんなんだと生きてけねえぞ。そうかな。大丈夫ですよ、友達たくさんいますから。阿久津さんだって仙石さんや南様がいるじゃないですか。ダチなんてうぜえだけだ。私のこともですか、私もうざいんですか。ねえねえ、私もうざいって言いたいんですか。びっくりした。私は阿久津さんと友達だと思ってたんですけど、私もうざいと思ってるんですか、もしかして。別にうざくはねえ、だがお前はダチじゃねえ。どういうこと。もう、どういうこと。友達より大切な人ってこと。ここでハテナで済ますなよ。どういうこと、どういうこと。いつもの鈍感力どうした。あー、やっぱり固定っぽいな。ということはこれもう。この状況でも噂を話すことしかできない噂ボットと化した戦国、マジでかわいそう。阿久津ルート行けなくなった感ひしひしと感じ取ってるから、もうええか、阿久津のとこ行かんでも。最後やし阿久津じゃないやつのところちょっと挨拶回り行って帰るか。でこの最後の噂何って確認したい気持ちもあんねんけど、一応規定にお別れの挨拶も言いに行こう。規定、阿久津の攻略失敗した。ああ熱い。そんなに熱いと言っていたら余計熱くなりますよ。なるほど、熱いのこと言われても、熱いものは熱いですからね。気持ちはわかりますが、いつまでもそんなこと言ってもキリがないですよ。なるほど、逆に寒いと思い込んだらどうです。あ、浸透滅却すれば日もまた涼しいってことですね。まあ騙されたと思って。じゃあ寒い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 。どうです、効果ありましたか。やっぱ暑いんですけど。
まあそうでしょうね。え、騙したんですか？バカ。ええ、さっき言ったでしょ、騙されたと思ってって。こいつバカ。着てはハート半分しか増えへんな。各キャラクターなんかな、阿久津に関わらず、なんか各キャラクターある程度イベント殺さないと好感度が増えにくいかな。なぜかムダ様んとこ行こう。最後の最後にイケメン見て癒されて帰ろう。うわ、無駄にイケメン。何持ってるんですか？これトランプだよ、ひくまるから借りたんだ。そう、じゃあ送別会までトランプやろうぜ。学校が違うのに仲がいいんですね。そうだな、声楽とは合同合宿もしたし仲はいいよ。結構気も合うしね。あ、確かに六角と声楽は仲良さそうなイメージあるな。不動峰とかも部活を通して他校の人たちと仲良くなれるのはいいですね。そうだね、違う環境の人と話すのは刺激もあるから楽しいよ。君はそういうのはないの？ないです、全くないです。嘘つけよお前、友達5億人おるやろ。うん、青春の感じはわからないけど、いい経験もできるし、これからでも遅くないから君も何か始めたらいいんじゃないかな。そうですね、そんなことよりトランプやろうぜ。テニス。佐伯さんってどんな感じのテニスをするんですか？テニススタイルのこと？なんかすげえ長いラケット使ってる以外の記憶もう何もないわ。俺はサーブ&ボレーヤーだね。特にボレーに関しては自信があるよ。ほう、ジローちゃんと対決してみて。そうだな、相手の動きを読んで対応するのは得意だから。反射神経がいいんですね。それだけじゃないけどね。手首は柔らかいですか？まあね、いろいろと特技もあるし。どんな特技があるんですか？それは今はまだ秘密だよ。あ、そうなんや。今後仲良くなったら教えてくれるってこと？もう帰るけど。そのうちわかると思うけどね。あ、そうなんや、もう帰るけど。今から帰るけど。